第229例目の臓器提供事例に係る情報公開ということでご説明をさせていただきます。臓器提供施設名は長崎大学病院長崎県であります。ドナーの方の年齢および属性ですが10歳以上15歳未満でございます。また性別は女児であります。ご本人様の一生児はございませんでした。で、私どもコーディネーターが病院の方に伺いましてご家族に説明をさせていただいております。その結果ご家族の方より承諾のご意向がありましたので脳死判定承諾書臓器摘出承諾書を8月の8日の12時20分にいただいております。私たち家族にとってかけがえのない娘はいつも自分のことよりも人のことを先に考える子でした。そんな娘には幼い頃から看護師になりたいという夢がありました。その夢が叶わないのであれば本人が以前したいと言っていた臓器提供により人助けをしたいという娘の願いに添えるのではと家族みんなで考えました。幼い頃から娘をよく知る人は娘らしいと言ってくれます。誰かの体の一部となって元気に生きてくれれば家族にとって生きる糧になると思います。どうか皆様私たち家族が深い悲しみを乗り越え穏やかな日々を過ごせるよう娘と私たちの思いを温かく静かに見守ってください。